いつもバルゲンのジクラス専門チャンネルをご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、こちらの G クラスをご紹介させていただくんですけれども、はい、なんとこちらですね、新品未使用車となっております。未使用車が入荷してきました、ね、はい。しかもですね、はい、こちらなんですけれども G400D 通常モデルのフルオプションなんですよ。フルオプション、はい、しかもその中でもさらにフルオプションというそういった1台となっております。はい、ということでですね、今日はこちらの G クラスご紹介の方させていただきます。年式の方が2023年式 G400D 通常モデルの4点オプション。はい。で、外装カラーがオパリスホワイト、内装カラーがチタニウムグレーの右ハンドルで、走行距離がまだ42キロとなっております。未使用車ですね。完全なる未使用車と、はい、なっております。はい。で、いろんなオプションももうすでについておりますので、はい、非常にお買い得な1台ということでですね、こちらの最大の魅力お伝えさせていただきますと、はい、もう、未使用車ですので、もう内外装の状態はですね、もう言うまでもなく次にいい1台となっておりますが、一番のポイントですね、一番のポイント、はい、こちら販売価格でございます。価格、はい、今ですね、こちらのフルオプションで、新車購入しようと思うと大体2100万円ぐらいになるんですけれども、うん、今回こちらですね、もう2000万円切ったお値段で販売の方させていただきます。2000万切るんですね。はい、もう最初にちょっともう価格の方我慢できません、はい、お伝えさせていただきます、はい、総額でなんと1948万円で販売の方させていただきます。もう新車と比べると150万ぐらい差が、はい、そうなんです。しかもいろいろオプションもついてると言ってましたもんね、はい、もうズバリで言うと、はい、この当時の新車価格より安いです。いいんですか。はい。はい。それは我慢できないですね。はい。言いたいですね。我慢できませんでした。はい。はい。っていうね、もう1台ですね、うん。後ほど外装、内装を見ていきたいと思うんですけれども、新型 G クラス、マイナーチェンジ情報がね、まあ、今、欧州の方で、発表がありまして、まだ、本での発表は、されていない状態なんですけれども、うん、欧州の方の公式サイトでですね、うん、価格の方がちょっとねシミュレーションできたんで、やってみたんですけれども、うん、やってみたんですけれども、約ね、G450D の AMG ライン付きの方が、約ですね、15万ユーロ。15万ユーロ。だったんですよ。はい。日本円だと。今160円ぐらいなので、はい、2400万円ぐらいですかね。はい。はい、約2400万円ぐらいの、販売価格になるんじゃないかというところなんですけれども、うん、まあ、今、だいたい2100万円、まあ、価格改定であったりとか、まあ、マイナーチェンジの内容を加味すると、うん、まあ、妥当ぐらい、妥当かなっていうね、うん、そういう感じがしております。2400万円ぐらいになる、はい、かもしれないっていう。はい。なのでね、マイナーチェンジ後のね、G450D を購入されるか、まあ、今ですね、この新品未使用車が1948万円、まあ、約500万円違うので、こちらをね購入されるか、ぜひですね、今 YouTube 見ていただいてる方大いに悩んでいただきたいと思いますね。そういうことですね、はい、確かに悩みどころですよね、はい、はいはい、ということでこちら外装の方ですね、うん、見ていきたいと思います。お願いします、はい、まあ、当然未使用車ということで、うん、もうボディが非常に綺麗ですね。そうですね、ツヤツヤの真っ白ですね。ツヤツヤですよね、はい、でこのツヤツヤなぜかというと、はい、なぜかというと、まあ、当然未使用車ありますが、ボディコーティングがもう施工されてます。だからですか。だからっていうのも当然ありますよね。はい、もうこのね肌触りがね、いいですね、ツヤツヤでございます。はい、そしてボディだけじゃなくてですね、うん、アルミホイールももうコーティング施工済みです。はい、いいですよね。いいです。もうそのまま乗ってもらえます、うん、はい、そしてあと窓ガラス、窓ガラス、窓ガラスもコーティングがもうされております。もう至れり尽くせりじゃないですか。はい、もう至れり尽くせりでございます。はい、もう通りってこんだけね、うん、綺麗ということでございます。はい、あ、でサイドちょっと見て、あ、ちょっと気になったんですけれども、はい、なんかついてるの珍しいかなと思ったんですけれども、はい、そうなんです、はい、この純正ドアバイザーももうついておりますのではい、これね結構欲しいという方いらっしゃるんですけど、うん、はい、やっぱり後からつけようと思うと7、8万円ぐらいかかってまいりますので、なるほど、はい、はい、それもついております、うん、珍しいですよね。そうですよね、はい、はい、後ろ回ってきました。はい、後ろ回ってきましたが、カメラマン君、はい、このねスペアタイヤカバー
一緒の色ですよ。そうですね、ここも真っ白ですね。はい、両じちゃんも両じちゃんも真っ白ですね。はい、合わせてきました。はい、はい、こちらがですね、いわゆる5点オプション、ボディ同色スペアタイヤカバーリング、こちらがメーカーオプションとしてついております。めちゃくちゃいいですね。はい、もうなので現行のねフルオプションですね。はい、後ろもね当然もう傷等もなく、うん、そうですね、ピカピカの状態ですね。ピカピカな状態ですね。はい、やっぱり気持ちいいですね。気持ちいいですね、未使用車、はい、っていうのはね、うん、非常に気持ちいい感じです。はい、そしてまあサイドもこんな感じですね、うん、はい、続いて内装の方ですね、見ていきたいと思います。内装の方ですね、はい、はい、もうこのドアを開けた時の、うん、ドアを開けた時のこのね新車の香りですよ。もうねプンプンですね。プンプンでございます。、はい、このねシートのこの状態も、うん、やっぱりね未使用車ならではのこのシワのなさですよね。そうですね、はい、抜群にいいですよね。はい、で一番か、一番定番カラーのこのチタニウムグレーのカラーですので、うん、やっぱり一番落ち着いたねシートデザイン、シートカラーということでなっております。はい、その他ですねオプションがいろいろついてるんですけれども、まず純正のこちら360度ドラレコ、はい、ついてます。ついております。そして後方にもドラレコがついております。ありますね。はい、はい、もうドラレコもね前後ろ、うん、フル装備ということで、何かね逆につけることありますかという。そうです、ね、もうないですよね。外装もコーティングバッチリしてありますし、はい、コーティングされてますし、ドラレコ前後360度、うん、ねバッチリでございますので、もう必要な装備はもう全てある、全てついております。その状態で1940、まだですよ、まだあるんでね、ちょっと早まっちゃダメですよ。すいません、はい、でもう当然ね、うん、もう未使用車ですので、もうこの使用感のなさっていうのがねやっぱり一番いいです。そうですね、おすすめですね。うん、このマットも綺麗ですね、はい、綺麗ですね。はい、そして4点オプションですのでね、Gマヌファクターというエンブレムですね、当然、前も後ろもですねシートヒーター装備されておりますし、あとフロント、前席にはですねシートベンチレーターであったり、リラクゼーション機能、うん、ダイナミックシート、そういったシート装備もフル装備ということでですね、はい、もう充実装備となっております。はい、でさらにですね、オプションの方が実はついてるんですけれども、はい、ちょっとね見た目では分かりにくいんですけれども、はい、まず運転席と助手席のガラス、はい、こちらですね UV カットのクリアフィルムが貼られております。もう4月になりまして、はい、日差しも強くなってくるところで、はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですよね。はい、はい、フロントはクリアフィルムが貼られておりまして、リア5面の方ですね、こちらはカーフィルムが施工されております、うん、はい、なのでね、より後席にも紫外線が入りにくい、うん、ね、やはりねどんどんもう暑いですからね、はい、暑さ対策にもなってくるんじゃないかなというところで、うん、もうこのフィルムも施工されている、そこがですね確かにもう申し分ないですよね。フルオプションを超えたオプションがそうなんですよ、ついてるわけですね、はい、これで総額1948万円ですので、うん、もうカーセンサー見ていただいても、未使用車最安価格で販売させていただいておりますので、うん、おすすめの1台と言わせてください。はい、はい、本当そうですよね、いろんなオプションもついての1948万円ということで、はい、満足度めちゃくちゃ高そうですね。高いと思います。はい、はい、で続いて後席なんですけれども、うん、後席ももうこの使用感のなさですね、ピカピカです、ピカピカでございます、はい、もう言う言うことがないですかね、言うことがないぐらい本当に綺麗ですね。はい、はいはい、でラゲッジルームも当然このように、はいはい、新品未使用です。はい、もう抜群ですね。はい、ということで今日はこちらのですね未使用車の G400D 見ていただきましたが、もう本当にねフルオプションの中のフルオプションということでとてもですね装備の方も充実した1台となっております。はい、そして販売価格も1948万円ということで、もうこれは何回でも言わせてもらいたいぐらい、もう本当に自信持った価格でご案内の方させていただきます。今新車で注文されていらっしゃる方も、当然ねちょっと興味持っていただける1台と思うんですけれども、マイナーチェンジに関する動画ですね、また撮ってありますので、またちょっとそちら見ていただいて、どういう変更点があるか、内容を見ていただければと思うんですけれども、まあ冒頭にもお伝えしたようにですね、差額が約500万円ぐらいありますので、まあ
今のこのね、現行モデルを購入するのか、新しくねマイナーチェンジされた後を待って、購入されるのかというね、ちょっと天秤にねかけていただいて、じっくりですね、悩んでいただきたいなというふうに思います、うん。こちらの G クラスですね、またカーセンサーの方にも掲載してありますので、そちらもですねご確認の方いただければと思います。お願いします。はい、お問い合わせの方どしどしお待ちしております。はい、ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。